押しピンを使ってポスターなどを貼るときのおすすめの方法です。ここではごく一般的な押しピンを使っています。押しピンは針がまっすぐのものを使ってください。こんな風に曲がっていると針が折れやすいので使わないようにしましょう。おすすめの押し方はこれ、斜め押しです。この方法では針のところしか紙が止まっていません。少しの風でも簡単に押しピンが取れてしまいます。次によくやってしまうのが、奥までぎゅっと押し込んでしまうこの方法です。これだとしっかり止まるのですが、押しピンが外しにくくなってしまいます。こんな時は専用の押しピン抜きがありますが、ハサミの先を使っても抜くことができます。先でしっかり挟めば押しピンも落ちません。もう一つこの方法で困ることがあります。それは押しピンを抜くときに針が折れやすいということです。折れた針は壁にこんな風に残って怪我の原因になります。必ずペンチなどを使って抜いておいてください。もしどうしても抜けない場合は金槌で打ち込んでおくといいでしょう。おすすめなのはこのように押しピンを斜めに当てギュッと紙を押さえるところまで押し込むことです。この端がしっかりと紙を押さえてポスターを留めてくれます。でもあまり端に押しすぎると紙が押さえられていないので簡単に破れてしまいます。1センチぐらい入ったところに押しピンを押しましょう。持ち上がっているところに指をかけて斜めに引っ張ると簡単に外すことができます。この方法を使ってこまめにポスターや絵などを貼り替えてください。